それでは、あたらの富士の休みに前衆議院議員の一席の撤退学校、北陸新越の底力を発揮して、さらに2議席挑戦へと、田村智子副委員長が訴えを行います。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、両党担当副委員長の田村智子です。この総選挙、本当にマスコミの報道でも、政権選択の選挙が必ずそう報道されるようになってまいりました。そしてね、多くの小選挙区で、今、自民党と野党共闘の候補者が競り合っているという状況が生まれてきています。この状況をまず作り出したのが、市民連合の皆さん、そして私たち日本共産党ではないでしょうか。この6年間、野党の皆さんに政策の話し合いをして、新しい政府を一緒に作ろうと、私たち呼びかけを続けてまいりました。総選挙を目前にして、政策合意が市民連合の皆さんと日本共産党、立憲民主党、社民党、れいわ新選組しっかり結ぶことができました。さらにはね、いくつもの野党が重なって、そして政権作る、でどういう政権になるんだと、日本共産党は内閣には入らないが、閣外から合意した政策実現のために協力する、もうちょっと優しい言い方しますと、大臣にはならない、私も大臣ポストにはかなり、それが欲しいわけじゃない、政治を変えたいんだから、外から政策の実現で協力すると、こういうことも立憲民主党と確認できたんですね。この確認のもとに、全国の小選挙区の7割で私たちは話し合いのことで候補者を1人に絞って、この総選挙を戦っているんです。この1月でもね、総選挙区は3つあったんですけれども、今日日本共産党の候補者としては金田良介さん2区、そして3区の坂本博史さん、大谷区の坂本博史さんの演説だけです。3つ目の選挙区については、私たちは野党共闘に配慮をして候補者を立てていない、全国見るとかなりの選挙区で立てていません。これはですね、政見放送の数が減るんです。動かせる車も減るんです。ビラの数も激減するんです。それでも野党共闘で政権交代起こさないからいけないんだと、この決断で私たちこの総選挙を戦っているんですね。この野党共闘は決して付け焼き刃のものではありません。とりわけこの1年半以上、コロナの危機のもとで、あまりにも民主党公明党政権が命と暮らし無頓着、これに対して野党はいくつも一緒に法案を提出して、暮らしを守る具体的な提案やってきたんです。予算の組み替え、これも一緒に提案をして、命と暮らし守らないとダメだと迫っていったんですよ。例えばですね、何だかこの選挙、給付金が争点であるかのように報道されていますが、この給付金はもう与党野党を出さなきゃダメだって一致してるんだから、さっさと具体化して支給すればいいって話じゃないでしょうか。問題はですね、昨年からとりわけ生活が苦しい方のところ、一刻も早く10万円の給付金もう一度出しなさいと野党が迫って、事業者の皆さんが年末や年始やね、この夏の感染爆発で本当に苦しみ続けてるんですよ。持続化給付金、約1年給付金認めが必要な、昨年から何度も私たちが国会で求め続けているのに、自民党公明党が選挙の直前まで一言も給付金について言わなかった。これこそが問われなければ
そのためには、ここ北陸地域でですね、私たち日本共産党に同時とって議席を伸ばさなければならない。そのためには定数が11、1人じゃないんです、11人も選べるんです。比例代表はその中に今私たち辻野康文さんの1議席を持っています。本当にね、予算委員会の議事でしたから、ですからね、本当にこの予算の組み替え、これやらなきゃダメだって火をつくような論戦をやってきたのが辻野康文さんです。この議席を失うわけにいかないし、この比例代表で日本共産党とお書きいただく方を広げて広げていただいて、どうか議席増やさせてほしいんです。議席獲得をさせてほしいんです。自民党から比例代表で議席奪い取ろうじゃありませんか。もっとよろしくお願いいたします。それにたち日本共産党はこの国の政治を変える確かなビジョンを持っています。経済をどうやって立て直していくのか、皆さんは岸田総理の言ってることを聞いていて分かりますか。どうやって経済を良くしていくのか、私にはちっともわからない。分配だと言ってみたら、いやいや成長がなければ分配はできない、どっかで聞いたセリフだな。アベノミクスは大企業を儲けさせました。その儲けは内部留保、主に株券とか預金ですね、すぐに現金にできるもの、ここに溜め込まれて133兆円増えて467兆円大企業は溜め込んでます。そして株価が命だったアベノミクスの下で、日本の中のビリオネア一番の富裕層40人持っている資産を6兆円から24兆円にまで膨らませています。日本共産党の提案は、この溜め込まれているところに大きな穴を2つ開けて国民のところに流していこうよっていう提案なんです。その1つは働く人の給料に回していこうじゃありませんか。こんな政治の下でどうして大企業が利益を確立するのか、まともな給料を払ってない、中小企業がまともな人権利を見込んだ契約を大企業と結ぶことができていない、これが一番の原因なんじゃないでしょうか。バブルの経済が崩壊した後、日本の経済を立て直すべき企業は人件費を削って、生産員を減らして、それで目先の利益を増やしなさいと、自民党の政治が旗を切りました。例えば1980年代ぐらいまでは、銀行の窓口の業務というのは、女性にとって正社員で働ける順番だったんじゃないでしょうか。それが今、丸ごと派遣労働、非正規雇用になってしまっているんです。銀行だけじゃありません。病院の窓口なんかもそうですね、直接雇ってないです。飲食店とかアパレル、こういうところで働く若い皆さん、契約期間が1ヶ月とか3ヶ月とか、こんなおまじめの働き方をしていませんか。このおまじめの雇用契約の非正規だったら給料上がっていかないんでしょう。財政支持に張り付いたままのような、そんな働き方をしています。これでどうして若い方が3年後5年後の自分の将来に希望を持つことができるのでしょうか。おまじめの働き方というのは人生を小判にされているのと同じなのではないんでしょうか。これで、ね、法律に対してこういう正社員じゃない働き方が増やされたから、私たち逆に法律を変えて正社員を増やしていきたいんです。企業には人を直接雇って育てる責任があるんじゃないでしょうか。
ない方は税金納めてもらうっていうことですよね。大企業は今中小企業よりも税金の負担割合が低い。大企業だけが使える減税の仕組みがいくつもある。これは見直していいんじゃないでしょうか。だって利益膨らませてるんですもの。そしてね、安倍政権の下で法人税の税率も下げられた。せめて大企業のところは元に戻していいんじゃないでしょうか。これで8兆円法人税の税収を増やすことができる。さあね、大株主の皆さんのところにはせめてヨーロッパ並み、アメリカの有料並みに税金をかけるリベルティーなんて言ってません。アメリカ並みに、ヨーロッパ並みに税金を納めてねって言ってるだけで、それだけで3兆円税金を増やすことができるんですよ。そうするとね、儲かってるところから集める税金だけで10兆円を超えますから、消費税は 5% に減税することはできます。私たち求め続けて、今回野党の共通政策になって、野党はみんな消費税 5% で一致してます。政権交代すれば私たちの暮らしが良くなる希望が見えてくるではありませんか。さらにね、もう儲かりすぎたっていうところには富裕税とか、あの外国に税金を隠すとか、あの儲けを隠すとか、やめさせて税金かける、あるいは税金の使い方、大型開発だとか、もう軍事費だけは検討しなくてですからね、こういうところを見直すこともやっていけば、これ全部まとめて19兆円財源作ることができる。また政策委員長ですので、政策委員会は真剣に責任を持ってこの資産を皆さんにお示しをしています。そしたら消費税減税だけじゃないんですよ。社会保障の予算に回すことができるんじゃないでしょうか。今どうですか。医療の保険料、介護の保険料重すぎて、特に年金生活の皆さん、年金も減らされて、保険料を取られちゃったら食費も削るしかないって方大勢いらっしゃるんじゃないですか。健康に悪いですね。何のための社会保障ですかね。社会保障の予算を増やしましょうよ。そして若い皆さんに重い負担になっている学費、大学や専門学校、これで、ね、去年コロナ危機の下でたくさんの大学で学生の皆さんが授業料を半額にしてほしい署名集めたんです。学校はその署名を受け取って、授業料半額法案を国会に提出したんです。無事をしたのは自民党公明党ではありませんか。授業料半額、何十万もの入学金、学生から取るような国がね、日本しかないんですよ。入学金制度の廃止、皆さんどうかご一緒に暮らし応援の政治、比例は日本共産党、そして政権交代で実現してまいりましょう。よろしくお願いいたします。自民党の政治をもう終わらせなければならない。もう一つ、農業の危機なんですよ。このままでは2つの危機が迫っています。一つは目の前の危機、お話しあったお米の価格の暴落ですね。日本共産党は国会の中でも日本の稲作の危機だと訴えました。コロナの下で外食産業が苦しくて、お米の売り上げが減っていて、価格が暴落している。だったらコロナ危機の対応として政府が大量に買い上げて、その買い上げたものを子ども食堂とか生活が苦しくてお米が買えない方に回せばいいじゃないかと提案をしたんです。ところが岸田首相はやらないという。なぜか、需給調整は今の政府の方針ではないからだっていう。で、子ども食堂ではお米回してもいいです。
してるからなんですね。地球温暖化。なんでさ、この国の財務大臣は北海道に出かけていて、温暖化のおかげで北海道のお米が美味しく取れるようになったと演説をしたそうです。とんでもないですね。その温暖化によって今この北陸地域、豪雪でその雪が湿って重たくて家が潰されかねないって事態も起きましたね。あったかく湿った空気がどん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 入ってきますとね、どうしたってぶつかるのは北陸地熱地域なんですよ。そこで冷やされればものすごい風になる、ものすごい雨になる、雪になる、もう災害が頻発するっていうことになってしまう。そして農業も漁業もまさにね、成り立たなくなるほどの地球温暖化の危機が目の前に迫ってるんです。この時自民党はまだ石炭火力発電を作るという、もうね、世界の中でこんな国ないですよ。私たち日本共産党は2030年までに二酸化炭素の排出量6割まで削減することはできるんだと、この提案を総選挙の中で行っています。石炭火力も原発も止めて住民参加、住民合意でその地域の経済の柱になるような再生可能エネルギーを育てていく。自然エネルギーは農業や林業ととても相性がいいんです。そこでね、こういう新しい産業を育てていって、その地域にその利益がちゃんと回るようにしていけば、皆さん新たな働く場を若い皆さんに提供することにもなっていくではありませんか。この北陸地域の大切な産業である農業や漁業を守るためには、自民党の政治をもう続けるわけにはいきません。まともな気候危機に対応ができる政権交代でその政治を作っていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。こうした世の中を大きく変えようという動きはこの総選挙の前から始まってます。ジェンダー平等、男女平等を求める女性たちの大きな運動です。今年の初めにね、女は黙ってろ言わんばかりの発言を元の自民党の総理大臣になった方がやった。それで女性の皆さんは、私たちは一歩引いて黙らされてきたんじゃないのか、もう黙っていない、こういう声が全国を駆け巡りましたね。私これもね、社会の中で当たり前とされてきたことを問い直す大きなムーブメントだと思うんですよ。女性は正社員になれなくて当たり前、賃金安くて当たり前、女性が多い職業、介護や保育はもともと主婦が家庭で無償で担っていたんだから賃金安くて当たり前、こんな扱いになってないですか。さらにはね、結婚したら女性が名字を変えるのが当たり前、こういう当たり前の全てを今問い直していく時だと思うんです。でもこれね、自民党の政治にはできないんですよ。だって明治時代が懐かしい方々が自民党を牛耳ってるんですもの。男も子供と大根柱、女子供は一歩引いて男に従え、これが美しい家族の姿だと信じる方々が自民党のおもしになっていて、この選挙では選択的夫婦別姓という言葉さえも自民党の公約からは消えてしまいました。結婚して同じ名字になりたかったら同じ名字にすればいいんです。それぞれの名字
人が大切にされる可能性のある本当にね、もっと自由なこういう社会へ大きく踏み出していこうではありませんか。よろしくお願いいたします。最後に皆さん、この政権交代の中で日本共産党は他の野党と外交や安全保障で政策が違うじゃないかと、こういうふうに言われます。確かに私たちは日米安保条約と軍事同盟で、これは大変な回避と、そしてアメリカとは対抗平等な平和友好条約を結ぼうという先々の展望を持っています。ただ本当の選挙でこれを持ち込まないし、新しくできる政権に求めることもしません。なぜだったか、今は自衛隊が海外に出かけていって戦争をすることができるという、この安保法制戦争法を一刻も早く廃止させなければならないからです。そのための政権交代なんです。ただ私は安保条約に対して国会の中で必要だと思うんです。沖縄の辺野古の基地の埋め立て、あの工事がなぜ止まらないのか、根っこにはアメリカがここに基地が必要だと求めれば、日本政府はその土地を提供しなければならない、この安保条約がありますよ。そしてそのアメリカ軍の基地はテーブル飛行で騒音をまき散らし、墜落事故を起こし、そしてね、自衛隊がアメリカ軍が本当に共同演習どんどん繰り広げて、その自衛隊の基地による騒音被害っていうのも今どんどん増えてしまっている。そういう時にこんな軍事一辺倒の対策でいいんですかと、本当に平和のこと、国民の安全のことを考えたら、もっとまともな平和外交ができる国にならなきゃいけないんじゃないですかと言える、今こそこの日本に求められていると思うんです。北朝鮮がミサイル撃ったけしからん、そんなの与野党一致してますよ。問題はこの北朝鮮あるいは中国とまともな外交ができていないってことが一番問われなければならないんじゃないでしょうか。日本共産党、アメリカにもロシアにも中国にも北朝鮮にもまともに物言う外交、憲法の立場で国際法の立場で現に物を言ってきた野党外交を繰り広げてまいりました。ぜひともこの選挙で政権交代して、核兵器禁止条約の仲間入りもして、どの国に対しても武力で脅すな、核兵器で脅すな、言える日本の政府をご一緒に作っていこうではありませんか。司令代表に大決戦なんです。どうぞどうぞ最後の最後まで日本共産党とお広げいただいて、必ず今の1議席守り抜き、2議席獲得へと、両の議席躍進へ、皆さんの力でよろしくお願いいたします。そしてここ石川一区では一区では勝田洋介さん、そして二区坂本博史さんで、大きな皆さんのご支持とはお広げいただきますこと、心から温かくお願いいたします。私の訴えを終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。比例は大激戦、大激戦であります。比例は共産党の大谷をどうぞ広げてください。3人、4人、5人と周りの方に広げて、この宝の1議席を守り、2議席へ挑戦しようではありませんか。期日前投票もぜひお運びいただきますように、最後にお願い申し上げまして、ご当地からの日本共産党街頭演説会を終了をいたします。総選挙の皆さん、最後までご協力ありがとうございました。これから田村国民党は富山県に向かって遊説を行います。お集まりの皆さん、本当にありがとうございます。